様で、ただいまから8月の市長定例記者会見を始めます。はじめに市長よりご挨拶申し上げます。はい、皆さんこんにちは。今日定例会見ご出席いただきましてありがとうございます。それでは、まず冒頭ご挨拶を申し上げたいと思いますけれども、まずは、日頃よりですね、市民の皆様そして事業者の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症の、拡大防止に、大変なご協力をいただいておりますこと感謝申し上げたいと思います。本市の、新型コロナウイルスの感染状況につきましては、下げ止まっていたという、減少していたんですが、下げ止まっていた、新規の感染者数が、再び、増加傾向となってきているというふうに思います。これからお盆などもございますし、人が集まって一緒に食事をする機会などが、増えてくる時期ではありますけれども、変異株のデルタ株の影響などを見ますと、テレビ等の報道等によりますと、やっぱり感染力が大変強いということでありますので、ぜひ基本的な感染防止対策を今一度徹底をしていただきたいと思います。またこれ当然のことでありますけれども、感染をされた方、そしてご家族、医療従事者の方などに対しての誹謗中傷、差別的な対応のないよう重ねてご協力をお願いを申し上げたいと思います。こういった状況でございますので、先日も発表させていただきましたが、豊橋まつり振興会が発表した通り、豊橋まつりの開催を中止をすることといたしました。この数ヶ月ですね、規模を縮小したりとか、それから手法をいろいろ工夫したりして、なんとか実施ができないかということを模索をしてまいりましたが、やはり地域の皆さんや来場者の皆さんの健康や安全を確保した上での開催というのは難しいという判断に至りました。楽しみにしていただいていました市民、そして事業者、各団体の皆様には誠に申し訳ないと思いますが、ご理解をいただきますようよろしくお願いをしたいと思います。さて、いよいよ先月の23日から東京2020オリンピック・パラリンピックが開幕をして、すでに日本人選手、日本選手がメダルを獲得をしております。今回のこのオリンピック・パラリンピックには多くの豊橋ゆかりのアスリートの皆さんも出場されて、そして活躍をされております。これからの方もお見えになります。7人制のラグビーの彦坂正勝選手、そして男子バスケットボール 3x3 の富永啓生選手、そして女子バレーボールの山田日佳選手はすでに試合が終わっておりますが、本当に活躍をしていただいたというふうに思います。また女子バスケットボールの高田真希選手はまだ試合が続いております。ぜひまた応援をしていきたいと思います。そしてこれから出場が予定されていますのは、8月7日の朝7時スタートの女子マラソン鈴木亜由子選手、それから8月25日の16時予選出場されるパラリンピック競技大会卓球の八木克義選手ということであります。ぜひ選手の皆さんにはご自身の持てる力を存分に発揮をしていただきたいと思いますし、市民の皆さんにおかれましては豊橋ゆかりの選手をはじめ、引き続きひたむきな全てのアスリートに、温かいエールを送っていただきたいと思います。選手の皆さんを心から応援をしております。以上です。ありがとうございました。それでは続きまして市からのお知らせに移ります。はじめに豊橋市内における新型コロナウイルス感染症の状況について市長お願いいたします。はい。新型コロナウイルスの本市の感染状況でありますけれども、4月3日から第4波が始まりまして、皆さんのご協力のおかげで、5月下旬から減少傾向に転じてきたわけでありますけれども、なかなか収束をしたといえる状況までには至らずですね、下げ止まっているという状況が続いておりました。そしてこうした状況が続いている中で、先月の下旬からは再び新規感染者数が増加をし始め、直近の過去7日間の平均ではステージ3
厳重警戒の領域に入るとともに、感染経路不明者数も増加をしておりますことから、まあ、本市においても、まあ、愛知県でもそういうあの話が 出ましたけれども、まあ、第5波が到来したと、まあ、言わざるを得ない、そういう状況だと認識をしているところであります。この今回の第5波の特徴としましては、第4波と比べて、まず70歳以上の高齢者の患者が現時点では、本市では発生をしていないということ、また、感染経路としては、家族や知人、友人といった、近しい人たちからの感染が大変多くなっているということが、大きな特徴として挙げられます。先ほども申し上げましたけれども、現在夏休みでありますし、またお盆休みも近づいてきておりますので、人々の移動が活発になるということで、感染リスクのより一層の高まりが懸念をされます。市民の皆様、そして事業者の方々におかれましては、引き続き基本的な感染対策に取り組んでいただいて、感染しない、させないという徹底をお願いしたいと思います。続きまして、令和2年度各会計決算見込みの概要につきまして、市長、お願いいたします。はい。令和2年度の決算状況の発表にあたりまして、まず私から概要を、申し上げたいと思います。まず債務につきましては、市民税は13億円を減収をしました。そして特に法人市民税は、新型コロナウイルス感染症や法人税率の引き下げの影響もありまして、12億円余の減収となりました。地方交付税では普通交付税が調整不交付となった元年度に引き続き不交付となるなど、歳入環境は厳しい状況でございました。一方、歳出ですけれども、市民の命と暮らしを守るために、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金をはじめとする国県の支出金や市独自の財源も積極的に活用して、総額で445億円余の新型コロナウイルス感染症対策を、間断なく実施をしてまいりました。また第5次総合計画の最終年度にあたりますので、戦略計画および分野別計画における諸施策を着実に推進をいたしました。子ども医療費助成の対象を18歳までの入院医療費まで拡充をするとともに、放課後の待機児童対策といたしまして、児童クラブを4カ所常設するなど、切れ目のない子育て支援の充実を図りました。また新たに伸びるんでスクールを、昨年度は塩田小と牛川小学校の2校に開設をして、放課後の新たな学び場を提供するとともに、イマージョン教育コースを八丁小学校に開設をしたほか、豊橋若葉議会を開催をして、若者たちから提案をされた政策について、今年度令和3年度予算として、事業化をするなど、未来を担う人づくりの取り組みを推進をいたしました。その他、連続テレビ小説エールの放送に合わせ、本市の認知度向上などに向けた取り組みとして、豊橋公園や生部海岸にオブジェを設置をして、またサイクルツーリズムを進めるため、サイクリストのおもてなし環境を整備するなど、さまざまな分野での積極的な事業展開に努めました。こうした取り組みを推進した結果、一般会計の歳入額、歳出額とも過去最大で、実質収支は47億3811万円余の黒字となり、主要な財政指標である経常収支比率は 87.6% と 0.9 ポイント改善をいたしました。また実質公債比率でありますが、これは 0.1 ポイント増の 3.8% になったわけですけれども、将来負担比率につきましては 5.1 ポイント改善をして 46.4% と、いずれのこの両方の指標もですね、早期の健全化基準を大きく下回っておりますので、現時点本市の財政の健全性は保たれているものと、考えております。
はい、中小企業のこの、今経営者の高齢化っていうのが、急速に進んでおりまして、これ事業承継っていうのはもう全国的に大変重要で喫緊の課題になっております。まあ、この事業承継は5年や10年はやっぱりかかるということも言われておりますから、早め早めの対応が大変重要だというふうに思っています。そういうこと観点で、本市におきましては、スムーズな事業承継を早めに準備をするということを、まず周知をするということが大事だと思っております。それから中小企業の皆さんが事業承継に取り組みやすい環境づくりを目指して、市内の支援機関がそれぞれの機関の強みを生かして連携をして、事業承継プラットフォームという事業承継広場というものを作ってスタートしようということで、本日発足をいたします。これは県の事業承継引き継ぎ支援センター、それから豊橋商工会議所、そして各金融機関、それから行政本市の官民の4社が連携をして事業承継のプラットフォームを構築するわけでありますけれども、こういった取り組みは県内で初めてだということであります。まあ、コロナ禍で今休業とか廃業とかですね、いうのが今まで以上に進んできているという、この時期だからこそ休業とか廃業をなんとかしないでいいような中小企業さんを増やしていきたいと、そういう街を目指してこの4社が連携をしてこの取り組みを強力に進めていきたいというふうに考えております。続きまして、新しい社に はい、今豊谷市ではですね、令和元年度から東細谷町の工業団地の用地造成工事を行っておりまして、それに先立ってこの実施をしている深田雇用資群の発掘調査におきまして、奈良時代に須恵器と呼ばれる陶器を生産した鎌跡群が確認をされましたのでお知らせをいたします。確認された鎌跡群は浜名湖の西側から豊橋市の東部にかけて広がる湖西洋、湖西市の湖西の一部でありまして、1300年ぐらい前ですね、奈良時代に盛んに須恵器が生産をされたところであります。今回の発掘調査によって確認された窯の跡はですね、13基もありましてですね、全体に大変残っている具合が良くて、中には窯本来の構造が壊れずに大変よく分かるというものもございます。こういったこの度の発掘調査の成果をですね、8月7日の現地の見学会を行って市民の皆様に公開をさせていただきます。今年度中に発掘調査が終了する予定ですので、この調査成果を間近でご覧いただけるのはこれ最後の機会となります。もう1300年も前にこの窯業の一大生産地であったと、豊橋の歴史を知る上でも大変にいい機会だと、またとない機会であるというふうに思います。それでは豊橋駅東口、西口、自転車など駐車場の廃止を決定につきまして市長お願いいたします。はい、昨年度の、豊橋若葉議会の、提案事業がいくつかありましたが、そのうちの一つ、GoTo 地下駐の取り組みの一つでありまして、自転車置き場の、愛称を募集するということを、今年の6月の1日から6月15日まで募集をいたしました。そして、名前が決定をしたということでありますので、お知らせをしたいと思います。応募件数は6月1日から15日と大変短い期間であったんですが、179件の応募がありました。そしてこの事業を提案をした、昨年度の若葉議会の議員の皆さん、意見交換を行いまして、豊橋駅東口自転車と駐車場の愛称もトメチャリン東、そして西口の自転車駐車場の愛称をトメチャリン西と決定をいたしました。このトメチャリンにはですね、
自転車をこう止める止め、チャリンコのチャリ、それから三河弁の語尾でよく使うリンということで、これを組み合わせて、チャリンコを駐輪場へ止めリンという思いが込められているということであります。ぜひですね、これからはこの、止めチャリンという、愛称をですね、市民の皆さんに使っていただいて、親しみを持ってですね、地下駐輪場を一層利用していただきたいと思います。ありがとうございました。